何このシーン、誰得？乗っ取られたクラブハウス。これでやっと入れるようになるんやね。あ、なんか落ちとる。ここは入れんのかな。ハヤテのバッジを手に入れた。かっこいいね。何にも入れんかった。びっくりした。苦い漢方を手に入れた。お、やったね。てかこっちの方向全然違くね。全然違うとこ行きよりやん、私。やば。こっちか。ここやな。おお、びっくりした。ここから先は立ち入り禁止だぜ。この人たちってば、ほんとどこんでもいるんですね。今度このクラブハウスでライブをやるために、オラたちは、今までずっと練習に練習を重ねてきたずら。マジでそんなことやるん。だからこのクラブハウスは、オラたちにとって大事な場所なんずら。この前、コマジロとヨップル社で会ったとき、オラにはまだやることがあるずら、って言ってたのは、ライブの練習のことだったんですね。え、そんなことかよ。そんな大事な場所をめちゃくちゃにしようだなんて、おめえたち、許さねえずら。まあ、コマジロにとっては大事なのか。え、戦闘突入っすか。黒服たちが現れた。もうなんか最近黒服としか戦ってない気がしてきた。ね。オーケー。よし。黒服たちは片付いた。これで中に入れるな。このまま突入して、一気にクラブハウスを取り戻すずら。おー。よし。おー、すげえな。大音量すぎるよ。でっけえ音すら、頭の中がガンガンしちゃうずらよ。コマジロは平気？なら静かにしろよ。人を指さすんじゃないよ。おめえら、オラのクラブをめちゃくちゃにするなずら。クラブも友達も大事なもんは全部返してもらうずらよ。ん？友達もなんか囚われとん？いや、あいつらどこ行った？とりあえず回復しとこっか。キュッキュッキュッピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュッキュッ。 いえ、何もないです。あ、A ランクなっとってよかった。ね。よし。じゃないとここも通れんかったんか。ストーリーが進まんとこやったね。なになに、お前らによう。なにあれ、あれが仲間？なんかいっぱいおるけど近づけない。あ、ここから話しかけれる。腹踊りとかなんかいろいろおる。みんな無事ずらか？助けに来たずらよ。 KJ、 よかった、無事だったんだね。モテモテん。あ、横取りやった。まさか僕たちが横取りされちゃうなんて。自分がする方やのにね。未存的には早く助けてほしいみたいな。軽いよ。もちろんずら、今すぐ助けるずらよ。誰？危ない先に言ってしまった。この声は、あいつずら。誰よ。そう、妖怪ワールド切っての伊達男、神ならすごろう。じゃーん。このクラブは今日からずっとオイラの貸し切り。超絶ドラムソロで痺れさせてやるぜ。何勝手なこと言ってるずら。このクラブハウスは横取りたちと友達と初めて出会った場所。オラたちにとってはとっても大事な場所なんずら。それを奪おうとする奴はオラが許さないずら。ふん、さっきはオイラにビビって逃げた弱虫がえらく強気じゃん。仲間がいるからね。コマジロは弱虫なんかじゃないずら。オラの自慢の弟ずら。そんな弟を悪く言う奴は兄ちゃんのオラがぶっ飛ばしてやるずら。兄ちゃん。おー、美しき兄弟愛ってやつか。痺れるじゃじゃん。だがオイラのドラムほどじゃない。格の違いってやつを見せてやるじゃん。格の違いを見せてやるよ。ってなんかハガレンであったよね、エドのセリフ。神ならスゴローが現れた。お、ブラスターいけるね。あれって言わんかった誰か。妖怪ブラスターメダルセット。よし。うすら影。さあ来い。はい来い。はい。あー、ちょっと惜しい。惜しかったよ。うすら影はね、
全然当たらねえな全然当たらねえな。あれやね、おしっぱにしてもこんな感じなんか。フィニッシュ。ということは、よし、さあ変われ変われ、みんな。はい、必殺技。あーでもこいつはな、ちょっと雷スコロ、雷雲を発生させた。どこに、よし、こっちで行こう。叩け叩け。さあ行くよ、雷雲を発生させ、え、こっちになんか影響ある、それ。あ、やべえ、闇マロが。マッハ飛竜脚、なんか二人ほど。ちょっとカンフーマッハ下がって。闇マロも下がっといた方がいいね。ってことは、後ろで一列に並んだ方がいい？うん、オッケーオッケー。んーじゃあ、はい、行くよ。行くよ、大釜。みんな体力は大丈夫。闇マロがなんか半分ぐらい減ったけど。チャージ完了。大釜変化の術。あ、大釜が、ちょっと。前に動いてほしいけど、まだ動けないのか。あ、よし、動け。前に行け。よし。待って、取り憑かれとる。はい、こすれこすれこすれ。よし。払い完了。あ、やべえ、またじゃん。ちょっと待って。ちょっと回復しよう。なになになに、バトルの途中ですが、神ならすごろうによる超絶ドラムソロをお楽しみください。いらねえ。いらねえ。戦わせろよ、おい。何このシーン。誰得？誰得よ。待って、なんか周り文字とか流れよるし。ニコ生みたいな感じ。わら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 じゃないんだよ。ちょっと、気持ちよく演奏してる場合じゃないんすけど。ほら、みんなポカーンとしとるやん。なんなの、そんなにドラムが聞かせたいの。おい、バトル。おい、バトル。なんか周りおばあちゃんたちいっぱいおるんやけど。誰、あれも妖怪よね、きっと。早く。早く。ちょーい。そんな戦いを中断させてまで聞かせたいの、これ。あー、来た来た。ほいほい、ガッテンマイヤーさん、避けて避けて。あ、もうちょっとでブラスターがたまるね。あ、てかちょっと待って、狙う。よしで、あ、ブラスター来た。妖怪ブラスターメダルセット。はい、それじゃあ豪傑。はい、来い、はい、来い。お、来るぞ来るぞ来るぞ。おっしゃ、アタックモード。はい、さあ来いよ来いよ。よし、頑張って。これで、でもボスの場合はやっぱり一発でやっつけれんのかな、これ。よし、いい感じやぞ、いい感じやぞ。多分なんかちょっと花火っぽいよね。フィニッシュ。あ、くそ、いけんかったか。まあしょうがない。じゃあちょっとガッテンマイヤーさん、ちょっと回復をお願いいたします。闇マロやられてるじゃねえか。チャージ完了。待って、誰か代わり出てきてよ。癒してガッテン。ああ、うん、これはちょ、ガッテンマイヤーさん後ろんで、ちょっと入れ替えね。豪快おいで。あれは何？どういう状態？はい、やべえ、ちょっと守りを。豪快ちょっと頑張ってね。ガッテンガッテン、うるさいよ。何、取り憑かれてんの。チャージ完了。豪快な守り、守りが超アップ。よし、あ、そうよ、お払いお払い、お払いお払いお払い。
どう？大丈夫？ほい、お払い完了。さあ、ガッテンマイヤーさんちょっと避けて避けてちょっと。さあ、回せ回せ回せ。さあ、行けカンフーマッハ、チャージ完了。そしていけマッハヒ流血。あ、やべえ、豪快ちょっと逃げて逃げて、豪快一番前に。よし、んでブラスターもうちょっとで来る、来る。じゃあ一番前行って、はい、じゃあブラスター、嵐のサンダービート、妖怪ブラスターメダルセット。ほい、それじゃあポカポカもういけるんじゃない。お、よっしゃ、は、通り過ぎる、そこなんてことだよ。あ、やっぱりポカポカの方がいいなね、スピード的にね。さあ、こいこいこい。でも全然当たっていない、ダメじゃん。そろそろ、そろそろじゃない。ああ、まだか、フィニッシュ。そう、やべえぞ、なんかいろいろやべえぞ。ちょ、ガッテンマイヤーさん、あー、でもうわー、なんか来たなんか来たなんか来た。とりあえずその攻撃でだいぶダメージ受けるみたいやけん、ほら冷やしてガッテン。そしてちょっと豪快お払い、お払い、はい、お払い完了。お、カミナラスゴロウやっつけたじゃないか。おっしゃー、やったね。そんなドラムソロとかしよるけんよ、勝利。そんな余裕はないだろ。よし、これでクラブ解放すか。お、深い漢方ゲットやったね。いくぜ。おいらはドラマー、イケてるドラマーじゃーん。イエーイ。みんな、大丈夫ずら？KJ。大丈夫か、みんな。お、元気そう。みんな無事みたいでよかっただにね。うんうん。クラブハウスも取り戻せたし、これにて一件落着だね。コマジロ、頑張ったずらね。DJ も頑張るずらよ。DJ、DJ か。言いづら、逆に。ありがとずら。おら、頑張るずらよ。だっておらんとって DJ は、DJ は生きがいだからよ。こまじろう。おらの知らないうちに門芸立派になって。あーあー、テステス、マイクのテスト中、マイクのテスト中。なに、誰？なんかすごい低い声が聞こえたけど、誰？うわ、え？やあ、妖怪ワールドの諸君、いい夢見ているかね。私はゴゴゴゴッドファーザー、新しい世界を作る男だ。こいつ何言ってるにゃん。今私はニューヨーマシティ上空を飛ぶ UFO の中から諸君らに呼びかけている。あの UFO、 妖怪が乗ってるの？この UFO の力は素晴らしいぞ。そして実に夢がある。諸君、今の妖怪ワールドはつまらないとは思わないかね。うるせえわ。つまらない世界などぶち壊してしまえばいいと思わんかね。もうそれしか言うことないんかい。そしてこの私が新しい世界を作ってしまえばいいとは思わんかね。怖い、なんか女の子みたいな声まで混じってきた。そうだろう、そうだろう。ではこれから私の思い通りの世界を作ることにしよう。まずはその出始めとして、この私にふさわしい城からな。城？城が出来上がるの？ UFO 来たよ、 UFO。 これやろ、ずっと追いかけよって UFO って。妖怪ワールドの諸君、びっくりした、めっちゃなんかガニ股のやつ現れたかと思った。これが、これこそが、このゴゴゴゴゴゴ、え、なになになに、何事？新たな城、ゴゴゴゴッドタワー。ゴディ、ゴ、ゴッドタワー、ゴッドタワーって書いておんか。マルダ、次の Wi-Fi だけど。カクリ、これは僕たちにとって特別な案件になりそうだね。なんか久々な感じやね。ええ。
マルダ、あなたの見解を聞かせて。僕の考えが正しければ、キーとなるのは、やはりこの男。ゴッドファーザー。彼が UFO の秘密を握っているのね。ああ、必ず奴の秘密を暴いてみせる。じゃあ、行こうか、相棒。ええ、行きましょう。次回、第10章、夢追う者たち。これはとんでもないことですね。うわぁ、なんか、あからさまに大ボス感が。そう、この世界は、まさに、ドリームだ。うまくまとめたな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。